イルカみたいに本当はなんか争いじゃなくてなんかずっと泳いでたいみたいな感じの、やっぱりプールというか水が好きなんでしょうね、うん、とにかく水泳が強い、小さい頃からあまりにもスピードが違う、まあ、それぐらいその圧倒的な力の差っていうものも感じたし、魚と同じように滑るように泳ぐ水泳の申し子ですね、人間離れした選手だなっていう、ただただすごいなと、休養するってなった時も、まあ、多分彼なりにもすごく悩んでの決断だったのかなっていうのは、きついんだよねっていう感じ、いろんな心も体も自分がこう選択していくことに関して自信が持てていないのかな、まあ、それでもやっぱ彼は練習は嘘つかないと思ってるし、なりたい自分のためならこの子は何でもするっていうか、その時の集中力ってすごいんだなって、全力でやっているっていうのを周りが全部認めてましたから、もっと自分のために楽しんで泳いでくれるといいかなって、ただただ、まあ、応援してるよっていうことしか言えないんですけど、大丈夫だっていうふうに私は本当に思っているので、結果よりも自分らしく、そしてその笑顔をみんなに見せてほしいなって思ってます。この1年も、この27年も、彼はずっと挑んでいる。その人の名は萩野選手、萩野康介。さあ、今日も Chase Your Dream ブリヂストン。